分岐から左に入ってちょっと行ったところの左手に馬頭観音があって、これを左に行く道が由比に出て笠ヶ内を渡って入山峠の方に抜ける道、これが上州姫街道の若猿。この馬頭観音は昭和2年1802年の建立。下仁田の方に出る内山峠とは違うんですかね、これは。この間も言いましたけど、碓井の関所、横川の関所が厳しかったんで、それを嫌った女性が通ったんで姫街道とかですね言われていたんでしょうね。で、那覇線道はこっち、あそこハッピードリンクショップがあります。で、これが延金宮、ここに公衆トイレがあります。ちょっと入りましょう。延金宮、あ、延金宮じゃないや、おこちの宮、おこちの宮でした、すみません。で、このおこちの宮が社殿は享保年間1716年から36年の建立で、御神体は浅間山だそうです。今日はなぜかうんこしたくないんですよね、まだ。後で絶対したくなるんですけど、どうしよう。とりあえずお参りしよう。これが魔の石。和宮さんが江戸に下るときに取り除こうとしたんですけど、重くて動かなかったんですけど、その後にですね、明治天皇が巡行したときにはですね、簡単に掘り起こせたっていうんで、ちょっとあまりの不思議さに驚いてですね、これを境内に安置して、玉垣を巡らして、玉垣明神として祀ったそうです。で、昔はなんか馬の乗り降りにするのに便利だったんで、これに足かけて馬に乗ったりしたそうだったんですけど、その使った人が足を患う人が多かったんで、魔の石と呼ばれていたそうです。拝殿のすぐ横にあるこの石なんですけど、昔邪魔だったんで取り除こうと、で砕こうとしたんですけど、あまりにも硬くて放棄されたみたいなんですね。で、その後に歴史研究をしていくと、で、我々の成平のおこち地下地の宮腰掛石と絵図に書かれているのを見つけたんで、由緒ある石だったんだっていうことで後悔したとかいう話が載ってます。なんかそこに池がありますね。庭園があるな。これなんだ、これは何でしょうか。消防車、消防車ですかね、これ。ホースがあるな、なんだろう。なんか庭園がある。じゃあ行こうかな。時間使いすぎてる。蔵が残ってますね、ここ。旧家なんでしょう、ここも。そこも古いお宅が残ってます。何屋さん、ガイドブックには何も書いてないな。これは屋根のあれなんでしょうね、なんて言うんだろう。土屋って書いてるから本陣のなんか関係あんのかな。あ、なんかそこ書いてあるな。あ、あれは坂林でしたっけ、酒屋さんだったんですかね。ここは布屋、ここ質屋などを分けないとしてきた。って書いてますけど、すげえな、この門。かっこいい、かっこよくないですか、これ。お、なんかこれは古そうだな。これはなんか古そうじゃないですか。あ、長野県ん、なんていうものだろう、わからん。
慶応4年幕末のやつ読めませんけど、ここは考察版になってたんですね。じゃあこれは餅つきの土、臼か、臼ですね。じゃあ行こう。これ民家のあれですけど、多分これ昔よく使ってたんでしょうね。これ上になんか果物とか冷やして下の方で洗濯するとか、なんかそんな感じにで使うための施設だと思います。綺麗な水が流れてきてるんでしょう。こういうのも残してほしいですよね。お越しの宮から300メーターぐらいだと思いますけど、右手にでっかい馬頭観音、これは新しいのかな。こっちはなんだ、これは馬頭観音か。馬頭観音、馬頭観音、馬頭観音、これは明治だからそんなに古くない。じゃあ中山道はそっちなんでこっちですね。右手に蕎麦屋さんがあって、そこで車道に合流するので、ああそれ18号ですね、国道18号に沿って、これ左ですね。あとは国道沿いをずっと歩くみたいです。国道に出てすぐ右手に草津市の若垂道標があります。これより左、上州草津道って書いてますね。中山道はこっち、今標高1003メーター、これ一時使うじゃないかな。ああまだ先かな。もうこの先すぐ右に入ったら追分宿なんですけど、その手前に追分の一時塚、これはこっちが南側とあっちに北側の両方残してますけど、北側の向こう側はあれは復元したものらしいです。こっちはもともとあったそのまんま。日本橋から30里目、150キロぐらいですか。ここは何が割ってたんだろう。何が割ってたかは書いてないけど、まあこれは原型をとどめてるっていうんで、まあ昔のまんまこういう状態だったんでしょうね。じゃあ行きますか。さっきの一塚のすぐ先で国道から右に入ります。これが旧道、追分宿の共同館、そこにトイレがあって、何があるんだろう。まあ入りませんが、なんかあるんでしょうか、わかんないですけど、トイレはなぜか不思議にしたくないんですよね今日は。まあいいか、行こう先に。なんか展示してるのは行ってみよう。ここは浅間神社でしたね。長男の木造建築としては最古のもの、大山積の神と岩永姫の遺神が祀られている。じゃあちょっとお参りしていこうかな。なんか写真展がやってますけど、それが中山道なんですけど、境内に入るすぐ左手でここに常夜灯があって一基、これが油屋って書いてるんですけど、これが脇本陣の油屋さんが文化13年1816年に建立した常夜灯。でも常夜灯なんですけど、これどこで明かり灯すんだろう。
明かり灯せないですよね。あ、ここにあった。文化13年って書いてる。うん、そうだ。これで間違いない。どうやって明かり灯すんだろう。では、行きましょうか。坂を下って、追分宿に入っていきます。精進橋、これからが中山道追分宿ですね。左手に堀立の文学記念館があります。こう9時から5時まで、今は7時なんで、風立ちぬの堀立をですね。で、これは追分宿の本陣があった場所ですね。ああ、違うわ、本陣向こうですね。本陣ってここに脇本陣の油屋があったんですね、昔。この辺に。で、その向こう側に本陣があって。でも、ここに本陣の門がある。これは裏門って書いてるから。あ、移築したんですね。明治天皇が巡幸した際に使用されるが、信越線が開通すると、宿場の機能を失ったんで、移築されたって書いてますね。堀立王文学館の先の右側が、この辺りに本陣があったはずなんですが、特段何もないな。で、その先に考察場があったはず。ありましたね、考察場と。ということは、この辺りか、本陣。この辺りですね。あの郵便ポストがあるところぐらいから、この辺が本陣があった場所ですね、多分。土屋本陣跡。で、考察場。薬宿の西口の方に、これが諏訪神社、参道の左側、除夜塔がありますけど、これは永楽屋さんが奉納したもので、1835年、建立で、あれが諏訪神社。追分宿出てきて、これ国道に出会うんですけど、そこの右手にその古いお家が津軽屋さん、ここが茶屋、昔の茶屋なんですけど、でここは昔こうマス型になってて、これこうカクカクっとなってるのがマス型で、でマス型は軍事施設なんで、向こうからこう軍勢が来たら、ここでこう横に向かせて、ここが鉄砲を撃つと、そういうマス型ですね、軍事施設。こう非常に道を曲がらして作ったものですけど、そのマス型に作ったんで、その津軽屋さんにもマス型という文字があそこ残ってると。レンジ格子、昔はそのマス型に土手が築かれてたんでしょうね。じゃあ中山道はこっち、さっきのマス型の津軽屋さんから 50m ぐらい先、ここが若ざれ、北国街道との若ざれですね。右に行ったら北国街道、左が中山道ですね。いろいろありますね、道路もあるし、花碑がある。新羅亭万象の花碑があるんですよ。新羅亭万象というのは、あの平賀源内のことで、これ何が書かれてるかなんですけど、世の中はありのままにぞあられふる、かしまし虎に心止めねばっていうふうに書かれてるそうです。まあ意味はよくわかんないですけど、興味がある人は調べてみてください。後ろにもなんか、この土俵には、中山道書いてますね。さっきの若ざれのとこですね、北国街道の。
で、中山道は向こうなんですけど、ちょっと北国街道をこう歩いてきて、すぐ右側ですね、ここにちょっと公園があって、ここに庚申塔とかがあるんですよ。そこに石碑が立ってるんですけど、ここの庚申塔のあるこの辺りが昔刑場があった場所ですね。刑場だから罪人の首を切ったりするところだったんですね。庚申塔とか二十三夜塔とか馬頭観音とかありますけど、ここですね。でですね、偽官軍ですね、戊辰戦争の時に官軍の先鋒隊がまずここ通ったんですね。赤砲隊って言って、相良惣三が率いた500人ぐらいの部隊、その赤砲隊がまずこの先遣隊で貧民救済を唱えてですね、租税半減をですね旗印に官軍としてですね基礎地にどんどん入っていくわけなんですね。で、そうやって、租税半減を唱えながら、その宿場宿場で軍資金を集めていくんですけれども、その官軍としては貧民救済とか租税半減を新政府が約束したっていうふうに捉えるのも良くなかったんですね。だからその赤砲隊をあいつらは偽官軍だって言って捉えるように会場を回すんですよ、この辺りの諸藩に。そしてこの先の小諸藩があるんですけど、その小諸藩がここら辺で待ち受けていて、その偽官軍にされた、だから想像の赤砲隊をここら辺で捉えて、そのうちの赤砲隊の何人かをここで処刑したっていう場所ですね。だからまあ赤砲隊はその偽官軍じゃないんですよ、もちろんちゃんとした官軍なんですけど、租税半減を約束したって受け取られるのが嫌だからトカゲの尻尾を切ったってことでしょう。で、この場所では赤砲隊の捕らえられた人たちのうち、桜井常五郎以下3名がここで打ち首にされたってことです。桜井常五郎は分隊長だったそうですね。まあそのなんていうんですかね、その官軍の犠牲になったってことですね。官軍はそういう意味では決して正義ではなかった部分もあったってことですよね。まあ、だからこの辺は刑場だから人が死んでる場所ですよ、ここは。あ、で、隊長の相良惣三はここではなくって、この先の下諏訪の方で首を切られたんですけど、まあ、そこはこの先で多分通ると思いますんで、その時にまた説明します。ちなみに島崎藤村のお父さんも馬込の恩人なんですけど、赤砲隊が通るときに20両を差し出したんで、官軍が後から通ったときに取り調べを受けたそうです。じゃあまた中山道に戻りましょう。若枯れのところからすぐ先にセブンイレブンがあるんで、ちょっとそこに寄ってうんこしようかなと思います。急激にうんこしたくなってきた。ここセブンイレブンなんですけど、信号があって、その左に中山道資料館っていうのがあるので、そこにトイレがあるかもしれないんで、とりあえずそこに行こうかな。ちょっと渡ろう。どうやって渡るのこれ。渡れないな。あそこにセブンイレブンがあるんですけど、セブンイレブンの手前から左に入るんですね。これが中山道でした。これが中山道で、ここ資料館なんですけど、今閉まってるので、トイレがないので、もうこの後何もないんですよね。コンビニがあればいいけど、コンビニも情けだし、やっぱうんこしとこう。そこで、うわー、また戻んのかよ。さっきのセブンイレブンでトイレを借りたので、メンチカツサンドやったかな、200円を食べました。あと2キロぐらいは全く何もないな。1キロ先に観音像があるぐらいで、あとは何もないな。次は小田井宿に参りましょう。桜、あれはしだれ桜でしょうか。向こうにも咲いてるし、いいとこですね。満開です。芝桜も満開。歩いてきて、大山神社ですね。これが上が今工事してるんで入れないですけど、でこの後に御代田の一里塚があります。この前にも観音堂とか用水路とかですね、見逃したみたいで、あれかな、一里塚なんかあそこに見えるのであれでしょう。すごいですね、見てください。これかっこいい。
こっから入るな。こっから入ろう。はい、そことそれ1時塚ですね。1時塚に桜は珍しいんじゃないですかね。よいしょ。これが御代田の一里塚ですね。で、もともとはここに中山道が通っていて、それで幕府が関ヶ原の後に中山道を整備するときにですね、こっちの一里塚だけがこっちに取り残されたっていうことらしいです。いや、中山道より7メートル離れてるんで保存状態よく貴重とか書いてますね。で、今ちょっと荷物をばらして、テントが濡れてたんで水道があればな、洗濯したいんですけど。で、もう乾いたかな。これもう5分ぐらいで乾くんですよね。パリッパリに乾くんですよね。一里塚の先で道は右に曲がるんですけど、ここ線路なんですよ。で、地下道で線路をくぐって向こう側に行くらしいですね。これですね、地下道を降りると、地下道を出たらそれを左道を渡らないといけないな。あっちの方ですね。ここを来て、ここで車道にぶつかるので、ここは左ですね。すぐ先に右側に馬頭観音があるらしい。はい、ありますね、馬頭観音。なんか後ろに可愛らしいのが、あれ明治16年かな、年代は不明ですけど。じゃあ行きましょうかね。あとはまっすぐですね。いきなりにまっすぐ行くと小谷の宿に入ります。もう小谷の宿に入ってるんでしょうか。徐々に昔風のものが残ってる。右側に石仏、石頭群があるとこまで来ました。この前にも馬頭観音とかあったはずなんですけど、飛ばしましたね。まあいいや、なんて書いてんのかわかんないですけど。で、中山道はまっすぐですね、向こうの方だ。ここからがだいたい小谷の宿ですね。まあ行きはないんですけど、この左の奥の方、だいたい500メーターぐらい行ったところに、小谷城が昔あったんですね。虫盛女がいなかったんですね、城下町だからでしょうか。なので婦女子、女性の宿が多いところだったそうです。で、姫の宿とも呼ばれたそうですね。旅籠は5軒しかなかったって書いてますね。普段は百姓をしていて、大名行列が来た時なんかに臨時に旅籠屋をさせているところも多かったそうで、常時やってるのは旅籠5軒しかなかったって書いてます。小谷の宿に入ってすぐ左側、安川春、お春地蔵っていうのが、まあこれ新しいんですけどあるんですけど、この安川春さんっていう方はですね、明治36年に小谷に生まれてですね、農家やってたんですけど、肥料が高すぎて買えないんで、ゴミと人糞運行から肥料を作る安川式肥料、燻炭炉ですかね、を発明したすごい人だったみたいですよ。そして平成3年に89歳で亡くなったって書いてる。貧しさの中でもすごい努力して。これが宿場の町並み。左側に用水路が流れてて、古い建物はあるかな。安川春さんの地蔵さんのすぐ先にお休み所があるんですけど、ここ水道も何もないな、トイレもない、どうしよう、休むか。